こんにちは、プロドリフチャンネルです。ダリアというと夏の花、秋の花ということで、いろいろな種類のダリアがあります。巨大輪の大きな花もいいけど、このように小輪ミニタイプのダリアも魅力的です。ましてやこれ銅葉と言われている、ちょっとこう茶色っぽい黒っぽいというような色のダリアは、花もよし、葉もユニークということで楽しめるので、ぜひ秋のお庭で作ってみてはいかがでしょうか。お日様大好きですから、よく日の当たるところで管理をしてください。水は乾いたら、肥料は次々と長く花を咲かせるので、水溶性の肥料を月 2,3 回やる。そうすると次々と花を立ち上げてきます。そして終わった花は花首の下、ここで切っておくと次の花、切っておくと次の花ということで、2番花3番花と楽しむことができます。球根性の植物ですから、冬は地上部枯れてしまいますが、球根が残るので、また来年の春から新芽が出てきて楽しむことができます。